はい、えー、続いてはですねターゲットの本体を作っていきますまずはですね厚紙を、えーまあ、これもね箱の大きさによって変わってくるんですけども、えー、厚紙をですね、えー、まず縦 15cm、えー、横 2cm ぐらいの幅でですねピッピッと切ってくださいでこういう形になりますそしたら真ん中にもう一回線をピーッと引いてですねカッターで切り込みを入れてそこからね折りたたんでください、はいえー、というわけでねこうやって切り込みを入れたら こういうい感じで折り曲げますで。そしたらここの部分をですね、セロハンテープで留めますでそうするとこういう形になりますね、えー、でこれ何かと言いますとターゲットのね軸の部分になりますはいなのでねここ、えー、上下ですねしっかり端から端までねちゃんとテープで留めてください、えー、実際にセットするときはこういうイメージになります はい、えー、こういう感じでですね軸を作りましたら、えー、ターゲットのね玉、えー、が当たる部分、えー、丸い部分ですね、まあ、丸じゃなくても四角でも三角でも、まあ、好きな形でもいいんですけども今回ねちょっと丸で作ってみます、えー、ということであんまりね大きすぎると、えー、さっき言った通りですねあの1個倒れたときに他のを巻き損にして倒れることもありますし今度小さすぎるとね、えー、すごく難しくなってしまうので 今回はでですね直径3センチでちょっと書いてみました、えー、こういう感じでですね厚紙に丸を描いたらそれをねハサミで切り抜いていきます。はい、えー、ということで丸くね切り抜いたらせっかくなんでねこの段階で好きなイラストとかね、えー、マークを描いていきましょう今回はね、えー、ターゲットらしくちょっと20丸にしたりとか30丸か、えー、それからちょっとスコープっぽくね描いたりしました。えー、そししですねこれを裏返して 先ほど作ったこちらですねこの軸を真ん中ら辺に合わせてですねここでガムテープでしっかり貼り付けてくださいはいそれではねいよいよターゲットをねこうやって立てる部分を作っていきますまずはですね1個作ってみましたでこちらがですねこうやって竹串を刺してこういう感じですねちょ,ちょっと左右にブレちゃいますけどもはいこういう感じですねはいこういう感じのねものを作っていきます さまずはですねストローを 2cm ぐらいに切ったものを123個用意してくださいでまず2つはですねここの穴に取り付けていきますで、ね、位置的にはですねこの辺かなって思ったんですけども、えーとですね、ここの,、えー、この地に切った時にここの折り曲げた部分がありますよねこの折り曲げた部分が中心にくるような感じ、はい、もう少し、ね、見やすくしてみましょう、えー、先ほどね 折り込んだここの部分ですねここの部分が中心になるようにですねあこの、えー、竹串使うと便利かもしれないですねこういう感じですねこのような位置に、えー、とここねえっ、ー、とここのここの位置からはみ出ないように、えー、貼り付けていきますはい ストローをね貼り付けるとこういうい感じになります、えー、この時ですねここにガムテープがはみ出てるとうまくね動作しない原因になりますので、えー、ガムテープはねぴったりのサイズで作ってくださいもしねはみ出た場合はハサミでね上からちょんと、えー、切ってやるといいかと思いますはい、えー、続いてターゲットなんですけどもターゲットはですね下から 2cm ぐらい開けてそこにねストローを貼り付けてくださいでね、えー、ちょっと長めにストローを切って貼り付けて えとさっきね 2cm で切ったんで 1cm ぐらいはみ出るんですよねでそしたらですねここをハサミで直近直近と切りましょうでそうするとね作りやすいですはい、えー、ここまでできたらですね、えー、先ほどと同じ通り竹串を通してみましょうこれで、ね、もし、えー、立たない場合はですねちょっと、えー、調整してくださいこうやってねストローのちょっと角度とかですね 貼る位置なんかを調整してうまくね立つ位置を見つけてあげてくださいでここがね長すぎるとここ引っかかったりとかここがねあのこう立たなかったりするのでそういう場合はねあのまたハサミでちょんちょんと切りながら調整してあげるといいかと思いますでね、えー、竹串、えー、とんがってるしこれだとちょっと長すぎるので竹串はですねここの長さに合わせて、えー、後からね切ってあげてください はい、えー、完成のね前につまずきやすい部分をですねちょっとワンポイントアドバイスしていきます、えー、まずターゲットがですね手前に偏りすぎているという場合ですねこれは実はどういうことかというとここのね支える部分が手前に来すぎてるんですねえー、っとちょっとカメラ離してみますかはい手前に偏るっていうのはえー、っと正しい位置がねここですね正しい位置が えとこの辺だとすると手前に行けば行くほどこうやってターゲットで倒れちゃうんですねなんでこれが前に来すぎていますあのターゲットが手前に倒れる場合はですねなんでここのストローを支えるストローをちょっと奥の方にしてあげてくださいで今度逆に何もしてないのにターゲットがどんどん倒れてしまうという場合は軸がですねちょっと奥に来すぎてるんですねそうすると簡単に倒れちゃいますええー、ということでもしね こちらターゲットがすぐ倒れてしまうっていう場合はここのストローをですねちょっと手前の方に持ってくるようにしてくださいその辺ねちょっと難しいと思うのでお家の人とね一緒に微調整しながらですね頑張ってみてください、はい、というわけでターゲットをね穴を開けた数だけちゃんと作ればこのように完成でございます 遊び方はね説明するまでもないと思いますけども、えー、BB 弾とかね輪ゴムを使ってこのターゲットを倒していく簡単なゲームでございます、えー、とですね BB 弾というところで、えー、エアーガンとかね銀玉鉄砲とか持って怖いんですけどもない場合はですね輪ゴムでね遊びましょう,う爪にね輪ゴムを引っ掛けてです、ね、ペーンこうやって倒して遊んでいきますよいしょ。 ゴム鉄砲もね作り方、えー、また別の機会でやっても面白いかもしれないですね意外と当たらないもんですねよいしょ危ねえ復活するかと思ったはい他にもね、えー、知ってる人もいると思いますけども、えー、と例えばですねこ、えー、と薬指に輪ゴムを引っ掛けて親指をこうですね親指にくるーってやって 人差し指にこうやって引っ掛けて鉄砲の形を作るとですねで輪ゴム飛ばせますキュンイエース、はいターゲットはですね櫛を抜けば変えることができますなんで自分のね好きな、えー、キャラクターとかですねお化けなんかを描いて別のね遊びをすることもできますはい、えー、別の遊び方としてですね こうやってお化けなんかをターゲットにしてですね、えー、ハロウィンのね、えー、出し物とか、えー、子供会とかね、えー、お楽しみ会とか、えー、学校でねやる、えー、お祭りごっこみたいなやつでですねいろいろアレンジしてね遊べると思いますターゲットもね大きくするとこうやってね簡単に、えー、当てることができると言おうと思ったら外しちゃいましたけどもねはいこういう感じで遊べます、えー、それからそれからですねこの空き箱を使っていますので何が便利っていうのがですね こうやって1回ですね串を抜いたらですねターゲットを外しましてよいしょこうやって蓋を開けてですね、えー、この中に、えー、どんどんしまっちゃおうねということで、えー、こうやってね遊び道具を一式ねこうやって片付けることでねコンパクトにしまうこともできます便利でしょはいということでね今回のがんターゲットいかがだったでしょうか えー、今言った通りですね、えー、ターゲットの大きさを変えたり、えー、形を変えたりですねいろんな、えー、アレンジの仕方ですね今回ねこう3つやりましたけども、えー、もっと大きいね箱を使ってもっといっぱい並べても楽しいんじゃないかなと思います、えー、それでは次回もお楽しみにバキューンバキューンバキューン,ューンお楽しみに